ポートモールアピタ港、1993年、ボネファンテン美術館、マーストリヒト、1995年、出展通りの集合住宅、ベルリン、1994年の1998年、出展通りの集合住宅、ベルリン、1994年の1998年、プレミアホテル文字港、北九州市、1998年、ジャスマッカ本社ビル、 旧アンビエンテインターナショナル、東京都1991年カルルフェリーチェ劇場ジェノバ1990年ア場勝美デザイン室アルドロッシュはイタリアの建築家1980年代を中心に建築理論ドローイング設計の3分野で国際的な評価を達成する非凡な業績を挙げたミラノ生まれ1949年に ミラノのポリテクニコに入学し1959年に卒業。在学中より建築雑誌カサベラ・カンティンタに寄稿し、1961年から1964年まで編集に携わった。1964年にカサベラ・カンティンタ氏を辞し、個人の建築設計事務所を開設。各地の大学で都市計画など都市の研究を進めた。 1965年にミラノポリテクニコで准教授に就任し、以後1970年代から1980年代にかけてスイス、ベネツィア、ニューヨークなど欧米各地の大学や研究機関で建築の教育を行った。彼の初期の仕事である1960年代の作品群はほとんどが理論上の架空の計画やコンペで戦害に終わった。 未完の作品であり、1920年代のイタリアモダニズム建築、19世紀末の建築家、アドルフ・ロースの古典主義や機能主義、20世紀前半の画家ジョルジョデキリコの都市を描いた絵画などの影響を同時に感じさせるものであった。彼は1966年の著書、都市の建築、および1981年の著書、科学的自伝。 さらに1970年代後半から幾何学的な建築案が次々と実現したことによって1970年代末から1980年代にかけて非常に強い影響を世界の建築界に及ぼした。ロッシュは著者の中で現代の建築界では都市に対する理解の欠如が状態になっていると批判した。彼は都市は 時間をかけて建設されていくものとして研究され、評価されるべきだと論じた。特に関心を示したものは、時間の経過に耐えて残っていく都市の工作物であった。ロッシュは、都市は、その過去を覚えている、と述べ、我々は、その記憶をモニュメントを通して活用しているとした。それゆえ、モニュメントは都市に構造を与えるものだとした。彼は、天ンデンと呼ばれる。 端正な信号利主義建築運動の創始者の一人とされている。彼が1970年代から1980年代のヨーロッパの建築思想を先鋭化させるにあたって及ぼした影響はしばしば同時期のアメリカ合衆国におけるロバート・ベンチューリの理論などと比較される。しかしながらベンチューリがポストモダニストであったことに対しロッシ氏は明らかに古代ギリシア、 古代ローマ以来のヨーロッパの都市デザインに基づくモダニズムの見解を前進させる立場であった。彼は1979年のベネツィア・ビエンナーレのために船で引かれて海に浮かべられる250席の劇場、テアトロデルモンドを設計した。また彼はジェノバの第二次世界大戦で破壊された国立オペラハウス再生計画など多くの建築を手掛けるようになり、 1990年には建築の世界的な賞、プリツカー賞を受賞した。建築評論家でプリツカー賞の審査員、エーダル・イーズ・ハクスタブルは、ロッシのことをたまたま建築家になった詩人と表現している。1997年、ロッシは多くのプロジェクトを世界中で抱えていた最中、ミラノで自動車事故に遭い、66年の生涯を突然閉じた。 ありがとうございます。